習番号 I の3小節目のトリルはおすすめの指使いがあります。高音は運指標に従うと音程が悪いことも多いので、楽器に合った指使いを見つけましょう。練習番号 D の5小節目、7小節目は8分音符がつまらないように正しいリズムをつかむ練習をしましょう。